加藤浩二。途中でコンビが終わり納得できない。山本復帰についてのコメント全文。極楽とんぼの加藤浩二が、司会を務める、スッキリ、日本テレビ系、いつか、放送会で、相方の山本圭一が、19日に、東京、下北沢で行うライブについて、語った。以下、全文の用紙。米印鍵括弧の前に、名前がないものは加藤の発言。番組冒頭で山本について、報じられ。すいません、最初から私事の山本の、話題で。同じく司会の、テリー伊藤。いいと思いますよ。新聞記事が紹介される。僕は8年半の間、山本と何度も話をしてきてるんですけど、一般の仕事に就いたりとか、去年も1年間、お寺に入ったりしてて、やっぱり、戻りたいというのがここで出てきて、話をしたんです。僕も、本人の意向として、8年半休んでいるから、自分がどこまでできるのか。まず、一人の力で事務所とか、僕とかの力を借りず、自分の一人の力でライブを、やりながら、どこまでできるのかやってみたいという話を、二人でして、本人の意向を僕は尊重しました。で、今回のライブを、やるってなって、ここからだと思う。自分でネタを作って、行ったら劇場も自分で、借りて、自分でビラも配って、告知して、ここからあいつがどこまでできるのか、その先には僕自身もやっぱり、極楽とんぼとして、いつか二人でやりたいと思ってるので、この延長線上に、もう一回、極楽とんぼとして、ライブをやったり、二人で活動したりができるように、と心から思っております。テリー。私と二人で話すときに、加藤さんも、極楽とんぼ一緒にやりたいって、言っていましたよね。今でもサインを書くときに加藤と、書く前に、極楽とんぼと書いてるということで、極楽とんぼというものに、思いがあるということですよね。ああいう形、2006年の、不祥事でこの世界から、去ってしまって、許していただけない方も、いらっしゃるかもしれませんけど、僕はやっぱり途中で、極楽とんぼというコンビ、ユニットが、終わってしまったことが納得いかない部分が、あるんですよね。どういう形になったとしても、もう一回、極楽とんぼをやって、どうなのかと決着を、つけたい。テリー。加藤さんは頑張ってしかも、やったりして、大きくなった。山本が、極楽とんぼってあった時に、足を引っ張ると、言ったらおかしいけども、彼自身が独自で頑張って、極楽とんぼが、あるんだっていうことを頑張ってほしい。テリー。ライブに行くんでしょ。はい。と一度肯定した後で。状況によります。わら。投げ銭について。小銭で結構です。最後に。いろいろ賛否はあると思いますが、よろしくお願いします。